サンタさんへのプレゼント。もうすぐクリスマス。街はイルミネーションでキラキラと輝いていました。サンタさんにどんなプレゼントをお願いしようかな。ケンちゃんとハナちゃんの兄弟はキラキラ輝く窓の外を見ながら、そんなことを話していました。私、お人形さんにする。僕は自転車かな。でも、かっこいい車のおもちゃも欲しいな。あれこれ話すうちに、そういえばさ、サンタさんは誰にもプレゼントもらえないのかな？サンタさんはサンタさんにプレゼントもらえないんじゃない？二人はなんだかかわいそうになりました。そうだ。僕たちがサンタさんにプレゼントあげようよ。早速次の日、貯金箱の中身を握りしめて、近くの百貨店へ買い物に出かけました。二人だけで百貨店に来るのは初めてでした。恐る恐るお店の中に入ると、クリスマスの歌が流れていて、いろいろなところにサンタさんのポスターや人形が置いてありました。キラキラとした店内に、恐る恐るのドキドキは、すぐにワクワクのドキドキへと変わりました。サンタさん、何が欲しいかな？これ、かわいいよ。これなんかどう？二人は百貨店の中を、あれもいい、これもいい、と言いながらうろうろしました。すると、案内係のお姉さんが話しかけてくれました。君たちはどんなものを探しているのかな？二人はそろって、サンタさんへのプレゼントと答えました。お姉さんは嬉しそうな二人ににっこり微笑みながら、どんなものをプレゼントしたいのか、どれくらいお金を持っているのか尋ねました。二人は持っているお金を見せました。それから、そのお金で買えるサンタさんに喜んでもらえるものを一緒に考えました。サンタさんが暖かくなるものがいいな、とケンちゃん。いつも使えるものがいい、とハナちゃん。お姉さんがあれこれ買えるものを教えているうちに、二人の意見が決まりました。手袋をあげたい。すぐにお姉さんは手袋売り場へ案内してくれました。いろいろな種類の手袋に、二人はまたワクワクしました。これなんかどう？これもいいよ。喜ぶ顔を想像しながらプレゼントを考えるのは楽しくてたまりませんでした。全部の手袋を見終わった二人はようやく一つ選びました。お姉さんに決めた手袋とお金を渡して、
きれいにラッピングしてもらうと、クリスマスが待ちきれない気持ちでいっぱいになりました。ありがとうございました。お姉さんにきちんとお礼を言って、二人は足早に家に帰りました。それからしばらくして、ついにクリスマスの夜がやってきました。二人はぐっすり夢の中です。サンタさんは忍び足で部屋に入ると、二人のベッドにプレゼントを置きました。ケンちゃんには車のおもちゃ、ハナちゃんにはお人形です。再び忍び足でベッドから離れようとしたその時、机の上に「サンタさんへ」と書かれた手紙と、きれいにラッピングされた袋が置いてあるのを見つけました。手紙にはこう書かれていました。サンタさんへ、いつもプレゼントありがとう。お礼にサンタさんにもプレゼントをあげます。ケンタ、ハナ。ラッピングされた袋を開けると、暖かそうな手袋が入っていました。誰かにプレゼントをもらうのは、生まれて初めてのことでした。サンタさんはうれしくて泣きました。二人を起こさないように、小さな小さな声でたくさん泣きました。サンタさんは二人の優しい気持ちが、嬉しくてたまりませんでした。それに、プレゼントをもらうことは、とっても嬉しいことでした。もらった手袋をつけたサンタさんは、そっとケンちゃんとハナちゃんの頭をなでました。それから嬉しそうに、次の家へプレゼントを届けるため、雪が降る寒い空へと飛び立っていきました。おしまい。お話は面白かったぶ？このお話の絵本が欲しい子は、動画の説明欄を見てぶ？グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。